テーマが。終わって5ページ目に入ったナショナレーションでいうと57小節目からなんですね。でここでショパンはこう書いています。左手の音なんですね。58小節目と59小節目です。3拍目のそれぞれ左手の音なんです。 F ゲー、ファとソの音です。今までの例えばバレエスキ版なんかだとファとソじゃないんですよ。 F アス、ファとラのフラット。ナショナルエディションではファとソの和音になっている部分、従来の楽譜ではファとラフラットの和音が書かれていた。このような違いが生じたのか。バレエスキ版はこの音どこから持ってきたかというと、ドイツ初版からなんです。要するにドイツ初版が間違ってたわけです。英雄プロネーズの自筆を見るとそこにはファとソの和音が書かれている。で別の例を見てみましょう、エチュード補聴調作品10-3、まあ、いわゆる別れの曲としてとても有名な曲です。エチュード補聴調10-3は最初このように始まります。別れの曲として知られるこのエチュードの音の違いは中間部で現れる。今まで私たちが慣れていたのはポロネーズと同じくドイツ初版をもとにして作られたパデレフスキ版では31小節目が単調の和音で構成されており、全体的に暗い響きになっている。ナショナルエディションでは31小節目に蝶々の和音が含まれており、かすかに明るさも感じられる。同様にその3小節後の部分にも音の違いがある。34小節目の最初の音、パデレフスキ版では
レのシャープ。ナショナルエディションではレにナチュラルがついている。ショパンの時代から現在の私たちの時まで、ところまで何が起こって、どうしてこういうふうに来てしまっているのか。